From Killer is Dead, it's clear that obviously your past works have influenced it quite heavily in terms of art style and some of the gameplay elements. But what made you want to return back to doing action titles all the time? まあ、一つには集大成という意味合いがあって、まあ、あのいろんな意味合いの集大成ですね。例えば HD で、僕らアンリアルを導入して5年になるんですけども、シャドウズがあって、ロリポップがあって、キラージェットがあって、でそれ以外にもディアボリカルピッチがあって、ブラックナイトソードがあって、約5作品を作ってきたというのと、あとはまあソードアクション、近接アクションの、一つの集大成ですね。でそれ以外にも PS2 の時代からずっとソードアクションを作ってきた。で、もう一つは、クロシアシリーズ、キラーセブン、それからノーマーヒーローズといった、いわゆるまあ主人公自身がアサシンであって、まあ、これらの集大成がキラー Z であって、まあ、ちょうどその HD の、現行機の最後の作品になると思うの でそういった意味合いでも僕ら自身の集大成にしたいというふうに思いました。 I think you succeeded、so. 成功してると思います。There's probably been some external influences on it, external influences as well as internal ones. I get a vibe from Mondo Zappa. He's kind of a dysfunctional James Bond, and you know, some of the directing stuff feels a bit like David Lynch with Twin Peaks. I was wondering if those are conscious influences or not. そうですね。あの表の世界のなんていうか情報員がジェームズ・ボンドだとすれば、裏の世界の諜報員がまさにモンドザッパだ、まあ、そういう印象はすごく最初から持ってますし、まあ、もう一つあの大事なインスピレーションとしては日本の時代劇で、テレビシリーズなんですけども必殺シリーズというのがあるんですね。でこのキャラクターこのドラマの主人公が中村モンドといってまさに同じモンドの人間なんですけども、まあ、彼はあの昼は役人で仕事のできない役人なんですけども、夜になったらいわゆる復讐の暗殺を行う、集団の、まあ、トップといいますか、当主になるんですね。そういう表と裏の、それから光と影のある、まあ、そんなあの物語なんですけども、その影響をすごく受けてますね、必殺シリーズ。 You can see that in the art style. It's a kind of unavoidable topic with Killer is Dead, and I'm sure you've had to answer this a lot of times.But what was the decision to do the more sort of sexually charged Mondo Girls stuff, and did you think it'd get quite the reaction it's had? Yes, まあ一つには、まずその処刑という、まあ、非常に緊張感のあるアクションパートがあって、でこれはもうプレイヤーも一緒なんですよね。だからずっとミッションが続いて、だけどもサイドミッションっていうものを用意しようと思った時に、もちろんあのチャレンジミッションというのもあるんですけども、そうではない全然別のオフモードになるようなサイドミッションのイメージが必要だなと思ったんです、まあ、その時に、まあ、たまたまシャドウズの時にジゴロモードというのがあって、今年はそれが相性いいんじゃないかというところで、ジゴロモードが実現することになったんですね、okay. ただあの最初のシナリオの時には実はジゴロモードは存在してなくて、モンド自身は実は結婚してたんですね。妻を愛する男だったので、ジゴロモードはなかったんですけども、まあ、開発が進む中で、カドカーゲームズからやはり強い要望があって、やっぱジゴロモードをやっぱり入れてほしいと。でそれで、まあ、仕方なく受け入れるんですけども、やはり、まあ、モンドが結婚してはまずいので、モンドはシングルにしてですね、シナリオを少し直して実現することになりました。Okay. まあ、なんですけども、結果的には、まあ、シナリオの、僕の脚本の外にあるモードなんですけども、まあ、実はそのバランスが良かったなと思いました。モンドだったりとか、あと女性たち、非常にその人間味が出てですね、エモーショナルなモードになったんじゃないかなと思います。I'd agree. As is my final question, I'm going to make it a hard one. What do you consider to be the greatest missed opportunity or like failure of your past titles? もちろん時間と予算が許されることであればもういろいろもちろんあるんですけど、当時はやっぱその瞬間その瞬間ベストな方法っていうのはやっぱ自分たちで、それから会社の開発スタッフと一緒に考えてたので、戻ったとしても多分同じ選択をしてたんじゃないかな。まあ一番はやっぱり発売した後にバグとかが出た、それはもう
できれば全て時間を戻して全てのバグを直したいですよね、うん、それが一番の希望です。完璧な状態に戻した、まあ多分ほとんどの開発者がバグ直したいと言います。みんなバグ直したい。 Yeah, definitely.